山形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。今日もですね、当店に新しくですね、このイケメンのバイクがですね、入荷をしてきましたので、紹介をしていきたいと思っております。川崎の ZX-10R というところですね。まあ、いかにも僕が好きそうなバイクですけれども、こちらの車両がですね、業者の仕入れオークションで出品をされておりまして、あのですね、僕、いつも 10R も見てるんですね。業者の仕入れオークションで、毎回週に3回あるんですけども、いい提案出てないかなって言ってですね、いつも探してるんですけども、もうこのバイク出てですね、もう簡単に言うとめちゃくちゃ状態がいいんですよ。すごい状態が良くてですね、うわーって思って入札バーってして、もうですね、ポケットモンスターで、A と B を連打みたいな感じで、ぐわーって入札をして、無事落札できたというところですね、新しく入荷をしてきました。当店の在庫の中古の販売車だという風になっております。はい。で、10R ってですね、まあ、僕、スーパースポーツ大好き人間なので、常に見てるんですけども、常に見てるのはやっぱり CBR 千田棒とか、10R ですね、10R、R1、そして G6R 千とか、あとはですね、まあ、GGI 1400もそうですし、ZX14、ZX14R もそうですし、ハイブサーとかですね、まあ、本当にフルカールこういうスポーツ走行車っていうのはめちゃくちゃこう、普段から探してるんですけども、当店にどうですか ?10R の在庫の入荷って紹介するって珍しくないですか？そうなんですよ。10R っていつも探してたと思うんですけど、なんかですね、なかなかいい中古車ないんですよ。これ何なんですかね。僕 R1000 とかですね、 CBR とかよく在庫車両でいいのがいっぱいあるなっていう印象なんですけど、 R1 もそうですし 10R もそうなんですけど、なんかあれなんですよ、状態のいいやつがあんまりなくてですね、なんか走ってるともう5万キロ7万キロ走ってるエンジンとか、10R 結構多いですね。走行距離ガーって高いやつ。あとはですね、思いっきり転倒傷があったりとか、結構ボロボロなやつとか傷だらけとかもあって、なんかこう、いい中古、まあ、うちがいつも紹介してるような状態の良さの10R の中古車ってあんまりないですよ。なので、それであんまり仕入れができなくて、あんまり入荷してないと。なので、今回ですね、結構期待のですね、あ、やっと10R 来たみたいな感じなんですね。はい。まあ最新のもうほんと超高年式の、これ2014年式なんですけども、本当にもう2018年式、2019年式とかは、もうオークションのスタート価格が130万からとかなんですよね。150万とかもありますしね。なので、あんまりこう今 10R で、お手頃で、中古で、まあこの年式なんですよね。こう、比較的こう R1000 とかの相場と似てるような100万円前後みたいなですね。相場の中古車両で割と年式新しめっていうのが、10R って今あんまりないんじゃないかなと。思っておりました。グーバイクなんか見てみても台数があんまり出てないですよね。だから結構 10R 今欲しいけれども、最新のやつはもう200万とかしちゃうんで、ちょっとなっていう時はですね、こういうなんか割と新しい年式目だけど前のモデルだから比較的こうリーズナブルになっているような、こういう車両がすごいこう人気があるんじゃないかなと、需要があるんじゃないかなというふうに思っております。はい。でこの 10R ですね、まあ川崎といえば 10R ですよね。川崎が誇るスーパースポーツですけども、もうあれですよね、ジョナサン・レイですよね。もう最強ですよね、SBK とかでも。もう TR も本当にすごいポテンシャルですし、やっぱり試乗してみてもですね、なんかこう、R1000 とか CBR とかとはちょっと違うような、もう、ああ、なんか川崎っぽいわ、みたいな、いい意味で。もう攻めてんな、尖ってんな、みたいな印象があるんですよ。あとですね、またがってみると、やっぱり川崎はですね、ポジションがガチっすね。R1000、まあ、特に警護警力なんかもう本当ツーリングがしやすいくらいポジション乗りやすいんですけども、国産4メーカーですね。ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキとありますけども、この4大メーカーのスーパースポーツの 1000cc クラスですね。ポジションが比較的穏やかって言われてるのが、スズキとホンダなんですよ。で、ヤマハ、川崎はですね、結構スパルタンなポジションとなってて、特にこの10R はですね、もうめちゃくちゃ、やる気にさせるポジションみたいな。うん、またがったと同時にですね、もうこれやれってことかみたいな、そういうポジションなんですよね。結構、もうスポーツ走行大好きな方にとってはたまらないポジションですよね。まあ、僕らがこう椎間板ヘルニアを患っているので、結構多分これで東京までツーリング行くって方は厳しいと思うんですけども、腰大丈夫な方はですね、ぜひもうすごいかっこいいですから。なんで、ポジションがスパルタンってことは、普通にツーリングして乗ってる時も、周りから見た時にですね、乗ってる姿かっこいいんですよ。はい。サーキット、ちょっとね、鬼攻めしてるレーサーとかを見て、この人なんかポジションダサくねっていう人いないじゃないですか。いないですよね。みんなかっこいいですよね。なんかこの人、みたいな人いないじゃないですか。で、なんか街中でよく見てみると、結構、ポジションがスーパースポーツに乗ってるけども、すごい坂ピーンってなって、顎も上げて、こうやって乗ってる人結構多いですよね。そういうのも、
ならないと。もう普通にこれ乗ったら普通にかっこいいので、もうめちゃくちゃレーシーですね。はい。というふうになっております。で、このバイクはですね、結構、やりたいカスタムちょこちょこなってるのと、あと全体的にはめちゃくちゃ綺麗ですし、あのですね、このバイク、どんくらい状態いいかというと、立ちこけ傷、転倒傷、一切ないんですよ。びっくりですよね。立ちこけ、無転倒です、無転倒。新車から購入されて、無転倒のバイクとなっているので、めっちゃ綺麗ですよ。ただですね、一部やっぱり中古車ですので、もちろんそうですよね。中古車ですので、走行に伴うこき傷はありますし、下前とかですね、よく見ていく、ちょっとだけサビとか腐食とかも見受けないところが数箇所あるので、そこへもですね、じっくりご紹介させてもらって、見ていただければと思うんですけども、ただですね、全体的にとめちゃくちゃ綺麗です。はい。本当にですね、僕が検査員だとしたら、8.5 点つけるくらい。すごい、10点満点中 8.5 点つけるくらい、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい。で、プライスカードをお伝えしていくと、はい、こんな感じですね。川崎の ZX10R。で、ABS ですね。はい。で、排気量が 1000cc で、免許の種類が大型二輪と。で、車両価格ですね、99万8千円に消費税と。これ税抜きの99万8千円ですので、税込みにすると 10% にすると、109万7800円ですね。110万円を切るような。プライスですね。はい。となっております。99万8千円に消費税ですので、税込みすると109万7800円というふうな車両価格となっております。まあ、本当に相場くらいですね。グーバー系という相場くらいと。はい。で、年式は2014年式、新しいですね。で、メーカー、で、当店の中古車保証、ごめんなさい、棒入ってるんですけど、これありです。ありの間違いです。ごめんなさい。中古車保証は当店の中古車保証つきますと。はい。で、メーターの表示上限27,952kmとなっておりまして、まあ今でもですね、エンジン超絶好調ですよ。まだまだバリバリ現役で走りますので、全然大丈夫かなというふうに思っております。はい。で、嬉しいことに車検が現在ついておりまして、令和4年の3月まで車検がついていると。なので、令和2年の3月に車検取ったばっかりなので、だいたい半年前くらいに車検取ったばっかりと。やっぱりですね、機械っていうのは動かしてなんぼなので、2年、3年、4年、5年眠ってた、動かさないっていうよりもですね、やっぱりまめに動かしてた方が状態の保管状況としてはいいんですよね。なので車検がついてるってことはもう最近まで乗られていたバイクというふうになっておりますので、もう車検もたっぷりついてますね。はい。で、車両価格の他にかかる諸費用としては登録代行費用1万5000円と、納車整備費用が5万円。で、自賠責保険がついているので、切り替え手数料が2000円なので、参考乗り出しとして106万5000円に消費税というような乗り出し価格となっております。で、この納車整備の5万円とあるんですけども、まあ、実際何をするかっていう話なんですが、はい。当店ではですね、工場長中心にお客様に安心安全に乗っていただけるように、がっちりがっちりとですね、整備をさせていただきます。もうタイヤの空気圧、チェーン調整の当たり前の話なんですけども、各部消耗品関係を全部チェックしていって、ダメなものは全部新品交換すると。もちろん追加のお金かかりませんので、はい。で、当店では和構造のケミカルを中心に扱っておりますので、もちろんフルカウルですと、カウルも全部外して、タンクも外してですね、中のエンジンを 100% 加工性能いいより新品に入れ替えさせてもらって、あとは水冷エンジンですので、冷却水も新品に入れ替えさせてもらうと。で、ブレーキフード、リアブレーキフードも新品に入れ替えさせてもらって、で、タンクも外していて、中のエアクリーナーボックス、スロットブリー、インジェクター、転下プライブ等々もチェックをしていって、ダメだったらも全部新品交換すると。で、その他諸々ですね、トルクチェック。もう例えばですね、こういうエンジンマウントとかのですね、スイングアウトマウント、ピボットシャフトとかも必ずトルクチェックを全部してですね、安心に安全に乗っていただくところまでガッチリと整備をさせていただくと。なので、やりたい予感するとめちゃくちゃお買い得かと思いますし、今回さらにですね、フロントフォークであるんですけども、こういうスポーツ走行に適した剛性の高いフォークって統一フォークって言って、上が太くて下が細くなってるんですけど、ここにですね、中にフォーク内部にゴミとか水とかが入らないようにして、ダストシールっていうパッキンみたいなのがあるんですよ、ゴムの。で、これがですね、年数たってちょっとピッて硬くなって線入ってるので、これを新品に交換させていただきたいんですけども、これを変えるのにですね、全部バラさないといけないんですよ、統一フォークって。なので、せっかくなので全部バラさせてもらって、和構図の統一フォーク用のフォークオイル新品に入れ替えさせてもらって、オイルシール、ダストシール、スライドメタルも新品に変えさせてもらって、バッチリ状態でご納車をさせていただくと。ですので、フロントフォークってオーバーホールをお願いするとなると通常ですと2万5000の3万円くらいコーチング込みでかかる大変な作業なんですよ。で、それもしっかりと今回サービスさせていただくので、やる内容からするとめちゃくちゃお買い得かと思います。はい。で、このバイクのアピールポイントとしては、フロントフォークオーバーホールサービスで結構カスタムになってますと。はい。で、フレームスライダー、ベビーフェイスですね。まこちゃんがベビーフェっていうメーカーですね。略してベビーフェと言いますけども、ベビーフェイスのフレームスライダーが左右ついているのと、レバーガード。ですね、これバルトアーモードコンポーネンツでしたっけ、どこだっけな、そうですね、バルトアーモードのレバーガードがついていると。で、これですね、スーパースポーツでレバーガードつけてる人は大体ですね、レースに詳しい方は右だけしかつけないんですよ、むしろ。これはですね、レースのレギュレーションで
あるやつなので、レーサーとか見ててもここつけてるんですね。しかも右だけ。結構そういうおしゃれポイントなんですけども、あのレースとかってホームストレートで300キロでファーッと走って、もうサイドバイサイドですごい、もうここにレーサー走るとここの距離ファーッと走っていくときに当たったりぶつかったりするんですよね。そうしたときにブレーキレバーをバーンってぶつかれると、うわーってブレーキかかるから超危ないじゃないですか。なので、あとは接触防止とかもそうですし、結構いるんですよ、そういうレーサー。過去の YouTube とか見てると、並んだ時にこうやってやって、ブレーキかかっちゃって、遅くさせて自分が抜くみたいな、見えないとこやってる人とかも過去に見るといるんですよね。超危ないですからね。なので、そういうのを防止したり、これレバーガードがついていると。まあ、これレースのレギュレーションでつけなきゃいけないので、それを模してこういう風にやってると。かっこいいですよね。はい。で、ストンプグリップのニーグリップパッド、これはもうスーパースポーツの必需品ですね。今レーサーもみんな使ってますからね。はい、これがついているのと、フェンダーレスキットですね。アクティブのフェンダーレスキットがついているような、めちゃくちゃお尻スキーしますからね。もうなんか外車みたいですよね。こうテールが短くてフェンダーレスするともうここで終わるわけじゃないですか。もうタイヤの方が出てますよね。結構これなんか外車っぽい感じですよね。今流行ってる感じですね。しかもリアタイヤが太く見えると。はい、そしてグリップもドミノグリップに変わっておりまして、黒と赤ですね。結構このバイクリムテープが赤なので、全体黒とここの R も赤なので、黒と赤でまとめてました。前のオーナーさんすごいセンスですよね。バルター元も赤ですし、なんかすごいかっこいいなと思います。はい、で、RK のブラックゴールドチェーンに変わっているとこれ結構高いんですよね。2万5000円3万円くらいしますからね、チェーンだけで。はい、あとサンスターのスプロケットはちょっと後で見てもらいますけども、変わっているとなどなどカスタム済みという風になっております。はい、ではですね、全体的にすごい綺麗なので、各部詳細とあとは一部腐食とかサビとかもあるので、そこら辺も紹介をしていきたいと思っております。はい、ではどうぞ。はい、まずはですね、アッパーカールなんですけど、こんな感じで非常に綺麗で、ザ・ 10R の顔つきですね。もう後ろからこれ来たらすぐ 10R と分かるような顔です。はい、でフロントフェンダーも非常に綺麗で、タイヤがこんな感じで今ですね、 BS の TS100 がついてるんですけども、まだまだ溝ありますので、このまま使用させていただきます。はい、でフロントフォークのダストシールのひびというこれですね。ここに若干縦にピッて線が入っているので、これを交換させてもらいますと。で、オイル漏れとかもないですね。はい、ホイールも全体的に綺麗なんですけども、若干こういうところ見るとですね、センターのこういうところに腐食、若干の腐食があるかなと見えます。この逆に縁の黒いとかすごい綺麗で、黒光りしてるくらい綺麗なんですけども、ホイールのこのところですね、ここに若干腐食があるかなみたいな感じですね。はい、で、ラジエーター見ていただくと、全体的には傷とかへこみとかのが非常に綺麗なんですけども、脇の方とか見てここどうしてもやっぱりアルミなので、ちょっと腐食が入っちゃいますよね。こういうところはちょっと腐食してるかなというふうに思います。はい、液牌めっちゃ綺麗ですね。川崎のこの液牌の焼き色って純正でこんなに綺麗なんですよね。すんごいかっこいいですね。はい、まあそんな感じですね。結構足前その腐食ってさっきお伝えしたこのレベルですので、まあ気にならない方は全然気にならないかなと思います。はい、でミラーもですね、ウィンカー一体型ミラーで、レバーも傷もなく、バーエンドも傷がなく、レバーガードもこんな感じで、バルター元ですね。バルター元アルミの削り出しですね。バルター元は超高級メーカーですからね。はい、はい、でサイドカール見ていただくと非常に綺麗ですね。立ち動き1回もないのでめちゃくちゃ綺麗です。でここにですね、ベビーフェのフレームスライダーがついていると。綺麗ですね。はい、でエンジンも非常に綺麗で、こっちもですね、もうここら辺錆び腐食もなく非常に綺麗ですね。でフレームも綺麗なんですけど、ちょっとこれなんかシミみたいなのがありますね。まあ全然目立たないですけど、タッチアップみたいな感じなのかな、ちょっとシミっぽいのがこことこことあるような感じですね。まあ目立たないですね。はい、でタンクも非常に綺麗な感じになっておりますね。はい、でストンプグリップのタンクパッドも綺麗に貼られていると。これ結構貼るセンス必要ですからね。はい、でシートもタンデムシートも破れ補正等もなく、テールサイドカールも便器傷もなく、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、で、ステップもですね、擦った跡もなく、立ち受けもないのでめちゃくちゃ綺麗で、バンクセンサーも削れもなしと。で純正のサイレンサーもですね、非常に綺麗な状態で、スイングアームも綺麗で、インナーフェンダーですね、こんな感じで。ただこうシールがちょっと一部ピヨピヨってめくれてる感じがするので、こう見えます。なのでまあ剥がしてもまあそれまでですよね。まあちょっとだけこうピヨピヨってなってるかなと。これはしょうがないですね。で、リア、シートカールの裏側もですね、めちゃくちゃ綺麗ですね。なんかこの素材、なんか珍しい感じがします。
はい、でリアホイールも見ていただくと非常に綺麗なんですけども、リアホイールもですねさっきと同じところ縁の部分はすごい綺麗なんですけども、真ん中のセンターのここら辺がですね若干腐食あるかなみたいな、まあでも本当目立たないですね。もうパッと見はすごい綺麗なんですよ。でよく見るとって感じですけども、でリアタイヤもまだまだ TS100 溝ありますので、このまま使用させていただくと、すごい溝ありますね。はい、でこんな感じでフェンダースキットになっておりますので、なんかもうめちゃくちゃお尻スッキリしますよね。めっちゃいいですね、お尻がエロいですね。はい、でこっち側がゴールドブラックチェーンと、これ高いんですよこのチェーン、すっごい高いです RK のチェーンが。でサンスターのシャンパンゴールドのスプロケットと、まあ軽量化もそうですし、やっぱりなんといっても見た目ですよね、がかっこよくなっていると、めちゃくちゃ綺麗ですね。まだまだ溝がありますと。でスイングアームも綺麗なんですけども、ちょっとこれなんかシミ、ここにもですねちょっとシミがありますね。こことここ見えます、こことここ、はい、あとはここにちょっとこうターって垂れたシミがあります。何なんですかね。はい、まあでも全然目立たないですけど、よく見るとって感じですね。しかもこっちがサイドスタンドで倒れる側なので、あまりこう停車時も見えないかなと。でこれが弁当箱ですね、触媒排ガスをきれいにする弁当箱というふうになっております。はい、でこちらもタンク非常に綺麗で、サイドカウルもですね、立ち動きも一度もないめちゃくちゃ綺麗ですね。でエンジンも綺麗し、ベビーフェのフレームスライダーも傷も何もないと、すごい綺麗ですね。でここら辺からよく見ていただくと分かるんですけど、ちょっとだけこういうエンジンのですね、まあよく見ないと見えないですけど、こういうところにも若干腐食があるかなと、まあこれはしょうがないですよね、はい、という風になってる。全体的にもめちゃくちゃ綺麗ですね。でバーエンドもレバーも傷がなくて、ミラーのですねここにちょっとだけこうピッて擦った跡があるので、これ多分ガレージが出す時なんでしょうね。ちょっとピッてこうここ擦っちゃったような跡がありますと、はい、というような感じですね。もうめちゃくちゃ綺麗ですよね、超状態いい提案だと思います。はい、ではリフト下ろして上の方も見ていきたいと思います。上の方見ていきますと、まずはハンドル周りですね。ハンドル周りこんな感じでめちゃくちゃかっこいいですよ。しかもやっぱり黒と赤ってさっきテーマカラー言ったじゃないですか。このフロントフォークのキャップのカラーが赤のアルマイト処理されてですね、結構ライダーから見るといつも目に入るところなので、視界に入るところなのでテンション上がりますよね。これでもで、もう一個テンション上がりましたこれですよ、オーリンズのステアリングダンパー。こういうのもですね、やっぱりめちゃくちゃテンション上がりますよね、ライダーからすると。はい、で その他すごいスッキリした見た目となっておりまして、メーターオンにしていくとこんな感じですね。もう TR のメーターめちゃくちゃかっこいいんですよ。あ、ちなみにスペアキーもありますので、こんな感じで、はい、オンにするとこうですよ。で回転がですね、あとでちょっとエンジンかけた時に見てもらうんですけども、回転数がこうやって上がっていくんですよ。超かっこいいですね、はい、というふうな感じとなっております。でタンクも見ていただくとですね、非常に綺麗な状態で、ここに ZX-TR っても入ってるし、いやもう忍者って書いてますね。この忍者って外国人忍者っていうとめちゃくちゃ人気ですからね。でシート、タンデムシートとあるんですけども、ここに忍者って書いてますね。これもまたジョナサン・レイみたいですね。はい、こんな感じで、まあ中はやっぱり何も入れないですよね。はい、まあ本当に座ることを全く考えてないでしょうね。すごい硬いですもんもうシングルシートカールみたいな感じですね、はい、となっておりますと。ではですね、エンジンをかけてみたいと思います。なっております。いやもうこれ純正マフラーですよ、川崎みたいな感じですよね。もう暴力的な、しかもいかにもパワーありそうですよね。めちゃくちゃいい音がします。なんかマフラー変えなくてもいいんじゃないかっていうくらいですよね。はい、ではまた戻っていただいて、はい、という感じですね。こちらバイク紹介させてもらったんですけども、もう
TR かっこいいですよね。やばいです。はい。99万8000円に消費税ですので、109万7800円というふうになっております。はい。で、こちらバイクはですね、ウェビックバイカルの方にも掲載しておりまして、そのページをリンク構造会社に貼っておきますので、ポン押せばすぐ飛びますので、見ていただければと思っております。消費用詳細も載っておりますので、はい。で、気になるなという方がいらっしゃいましたら、そこに在庫確認見積もり無料という大きいボタンがあるんですね。で、そこをポン押していただくと、お客さんの情報を打つページに行きます。で、バーっていただいて、送信すると、当店にお見積もりを通して届きます。で、うちはですね、いただいた情報をもとにお見積もりを作成させていただいて、配送希望の方は住所とかも打っていただくと、配送料も含めた見積もり出せますので、はい。で、お見積もりを返信させていただいて、見ていただいて、ご条件が合えば、ご契約というような流れとなっております。はい。で、おっしゃ取り、買い取りもあるよという方はですね、もう超大歓迎でございますし、基本的にはご来店納車をお願いしてるんですけども、ちょっと配送をお願いしますということがあればですね、当店で配送業者に依頼をかけて運んでもらうことも可能ですと。その際デポ止めとかにするとすごい安くなりますので、こっちに言っていただければすぐ探せますので言っていただければと思っております。はい。あとはですね、100万円超えてくるやっぱり高い買い物ですので、ローンも当店で取り扱いをしておりますと。10分ほどお時間をいただければですね、電話でシミュレーションもできますのでおっしゃっていただければなと思っております。はい。頭金ゼロでも大丈夫ですし、月々均等に入っているボーナス月に多く払うっていうのもできますし、最長10年前ですね、ローン組めますのでおっしゃってください。はい。その代わりですね、川崎の ZX-TR を紹介させてもらったんですけども、もう本当にですね、超今大人気のおすすめ車両ですので、スタッフ一同お問い合わせをお待ちしております。はい。川崎の ZX-TR の紹介でした。